ボイズ TV。 はい、こんにちは。今回はですね、北海道にある JR 新函館北斗駅に来ております。今回はですね、ここ新函館北斗から快速函館ライナーに乗って終点函館駅まで行きたいと思います。ここ新函館北斗駅は北海道新幹線の終着駅なんですね。私は新幹線を使って新函館北斗駅までやってきたわけなんですが、新函館北斗駅は函館の隣にある北斗市にあるため、函館に行くには在来線に乗り換えなくてはなりません。北海道新幹線開業時に新幹線と接続することによって、新函館北斗から函館までの移動を便利にしたのが函館ライナーなんですね。あちらからやってきたのはキハ40という国鉄型の機動車です。北海道は電化されていない区間が多いんですね。こちらに入ってきたのは特急スーパー北斗9号札幌行きですね。こちらはキハ261系、こちらも機動車になりますね。ここ新函館北斗駅は電化されているんですが、途中非電化区間を走るため機動車なんですね。今回私が乗車する函館ライナーは新函館北斗から函館を結ぶ列車で、全区間電化されているため機動車ではなく電車が使われているんですね。こちらがですね、函館ライナーに使われる JR 北海道の733系です。顔の形状は731系やキハ201系とそっくりですね。発車時刻が近づいているので、そろそろ車内に入りたいと思います。733系は札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートにも使われていますが、こちらの車両は函館ライナー専用のようですね。ドア横の開けるのボタンを押して閉めるときは周りのお客様にご注意ください。今回乗車する函館ライナーは新函館北斗と函館の間を結ぶ列車なんですね。快速函館ライナーは途中五稜郭に停まって函館に行きます。こっちなんか俺向こうに行くの、こっちだよ。だって一番車両が上がりがいっぱいついたもん。なんか新幹線がこっちに行ったから、この先揺れますので、お立ちのお客様は釣り革や手すりにお伝わりください。We will be changing to another track. If you are standing, please hold on to the hand strap or rail. みなさま、こんにちは。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線快速函館ライナー函館行きです。これから五稜郭に停まり函館へ参ります。五稜郭公園へおいでのお客様は終着の函館駅までご乗車になり、函館駅前から市電や路線バスをご利用いただくのが便利です。列車は3両編成で、トイレは1両目の後ろ側にあります。お客様にお願いします。列車は走行中やむを得ず急ブレーキを使うことがあります。お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。この列車には優先席があります。座席を必要とされるお客様に席をお譲りください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話は控えください。次は五稜郭に停まります。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Hakodate Liner Rapid Service Train bound for Hakodate. We will be stopping at 五稜郭 and Hakodate.Passengers going to Goryokaku Park, please stay on the train until the final stop, Hakodate Station. From Hakodate Station, it is best to take a streetcar or bus. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. So please be careful. Please offer the priority seats to persons in need. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.
The next stop is Morioka. Thank you.We are now arriving at the Hakodate Terminal. Please watch your step when you get off, especially passengers with children. Thank you for using the JR Hokkaido Hakodate Liner.終点の函館駅に到着しました。今回はですね、新函館北斗から函館まで快速函館ライナーに乗ってきたという動画でした。北海道新幹線の終着駅新函館北斗から新幹線と接続して函館までを結ぶ非常に便利な列車ですね。折り返しは11時2分発普通函館ライナー新函館北斗行きとして運転します。函館ライナーは快速の他に各駅に停車する普通があるんですね。函館ライナーは必ずしも快速というわけではなく、新幹線と接続を取ってくれる意味で函館ライナーという名称がついています。
皆さんもぜひ新幹線で函館に行く際は函館ライナーを使ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。